はい、つもろでございます。タカです。今回なんですけど、今回ね、多数ね、ちょっとご質問いただいてた内容になります。メッセージをもらったりもしたんですけれども、大人気ルアーというか、要するに品切れになるものってありますよね。で、それをね、どうやって入手してるんですかっていうね、結構ね、ご質問いただきます。で、まあ、結構新製品のレビューとかね、させていただいてた時に、いや、なんでそんな買えるんですかみたいな。なんか、なんか裏でやってるんですかとか、もう転売屋さんですかとかね、そういうご質問いただいたりとかして、ちょっと疑惑みたいな感じになってるんで、今回ね、その部分をちょっと紹介していこうかなと思います。もちろんね、僕自身もね、一般のアングラーなので、正直言うと足でね、店頭で買いに行っています。例えばね、今目の前に出てるレイドの商品ありますよね。お魚スイマーとか GI とか、フィッシュローラーとリベロとか。リベロはね、結構最近余ってたりするんですけど、この辺とかは本当手に入らないですよね。この辺もね、すべてね、定価で買っております。今年もね、多数のルアーがね、各社メーカーから続々と発売していく中で、どうしてもね、人気な商品はすぐに売り切れてしまいがちですよね。あのルアーが欲しかったとか、いつ情報仕入れてるのとか、後からね、発売されたのを知るっていう人も少なからずおられるかなと思います。今回の動画を見ていただければ、そんなすぐにね、売り切れてしまう大人気ルアーを購入するためのヒントを得れる動画になっていると思います。バスジャパンチャンネルでは各種ルアーの使い方、季節ごとのバス釣り、こんな感じで新製品のレビューとか、ちょっと雑学だったりとか、そういうのも含めて、バス釣り関係の動画を毎日投稿しています。ぜひ、チャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると嬉しいです。ではね、早速本題に入っていきます。まずね、どうやってね、新製品の入荷日を確認してるかってとこですよね。基本的にもう昨今ではもう SNS をね、使うことが一番情報早く取れると思います。何にしろですね、釣りにしろ、ニュースにしろ、何にしろ情報の確かさっていうところはブレるかもしれないですけど、テレビも正しいか分かんないことばっかり言ってるんで、結局SNS で流れてる情報というのが一番最速だと思います。はい。でね、釣りに関してもそうです。で、もちろんね、各社メーカーの公式アカウントとかいうのもあります。レイドジャパンもあるし、いろんなメーカーさんのね、ものだったりとか、プロモーターの方とかね、スタッフさんとか関係者のね、方も多くの人がね、SNS をやっているかなと思います。で、基本的に2つかなと思います。Twitter とか Instagram。Facebook とかはちょっと微妙なんですけど、Twitter と Instagram であれば、基本的に大丈夫かなと思います。もしね、どちらもやってないという人は、作ってみるだけでもね、問題がないのでおすすめです。見るだけみたいなね。僕もほとんどそうなので、メインのね、バスジャパンの方でやってる方は、ツイッターがあるんですけれども、それ以外はね、別にもう見るだけみたいな感じでしてることがあります。最近ではね、店舗ごとの告知っていうのも、やっぱ混雑をね、避けるためになくなったり、ご時世ね、このご時世もあるので、あらかじめね、整理券を配布するとかいう対処もできていると思います。もちろんね、地域差はこの辺あるかなと思います。で、整理券をね、配る店舗もあれば、発売日を事前に告知しているので、地域によっては1日2日ずれがあっても、おおよそ絞れてくるんですよね。で、ツイッターやね、インスタグラムっていうのは、検索機能がね、ついています。なので、その商品名をね、検索するんですよね。例えば、このお魚スイマーとかあったら、ツイッターで、お魚スイマーって入れていただけると、例えばいろんな人がコメントしてくれます。買いましたとか、入荷日明日ですよとか、そんな感じであると思います。例えばなんですけど、今回ね、ニュースが難しかった。いえ、デプスのイボークゼロとかありますよね。多分ね、ツイッター検索してもらうと、僕のツイートが結構上に出てくるかなと思います。それって多分、いいねの数とかで、上がってきたりするんですけども、そのイボークが金曜日に発売だったよっていう風にね、コメントしてるのがあるんで、そんな感じで、情報をね、集めることも可能だと思います。で、別にそれがすごい、めっちゃ深くまで調べなくても、ポンって検索入れるだけで出てくるので。こんな感じでね、入荷情報っていうのを知ることがとりあえずできるんですね、いち早く。で、次はね、YouTube での該当商品が含まれる動画のアップですね。直近で言うと、デプスのイボークゼラとか、レイドジャパンのこのお魚スイマーとかですよね。この辺が非常にわかりやすかったと思います。それぞれ見ていくとですね、イボークゼロに関しては発売前日に、ビッシュさんの方でキムケンスタイル、ボルビューム13、秋のため池フルコンタクト攻めっていうのがね、動画が出ていました。発売する前にね、秋のため池をキムケンさんが攻略するってやつ、定番というか結構人気シリーズなんですけれども、非常に僕も個人的に楽しく見させていただいて、バスタークで出すってことがすごい良かったんですけど、概要欄にリンク貼っておくんで、まだ見てない人は見てほしいなと思うんですけど、それが出てから次の日にイボークゼロね発売になっています。で、その前にね、結構デプス関係者の方が SNS で情報は出ていたので、分かりやすかったかなと思います。で、レイドに関しては、今年の新製品に関しては、公式のレイドチャンネルの方で、レイドジャパンチャンネルの方で該当商品の動画が公開されて、およそ3日以内で発売されているんですよね。今回はね、お魚スイマーはちょっと早かったかなと思います。動画の公開日が10月25日。で、次の日の10月26日に早いところでは、店頭並んでましたね。で、GI に関しては、8月24日に動画を公開して、8月26日に、発売日でした。で、このリベロとかは、リベロとエグダムハイウェイトっていうのがあったんですけど、それがね、ちょっと特殊だったんですけど、発売日が9月9日だったんですよ。ただ、これが8月30日に、リベロの動画が出て、9月6日にエグダムハイウェイトの
動画が出たんですよね。なので結局これまとめて出たので、そういうパターンもあったんですけど、基本的にやっぱ動画が出てから直近なんですよね。こんな感じで今年のレイドの商品に関してはそういうところにリンクしている部分が多かったし、あのイボークゼロの場合もそのキムケンさんの動画が出て、あと次の人に出たって感じですよね。なので基本的に情報を調べていない状態でも、例えば動画が出た時にあれこれ新商品なんかアピールしてるっぽいなと思ったら、実はその次とか、次その週とか、まあその可能性が非常に高いんですよね。なので、ね、来年ねとどうなるか分かんないんですけども、大体このパターン化されてるかなと思います。もう一つね、販売予測するパターンなんですけども、製品版サンプルとか量産品というのがプロモーターとかテスターの方に、ね、流れるタイミングがあります。まあ、要するに製品版としてそのテストをこう重ねていった上で、製品として完成しましたってやつを量産型して、量産をそのテスターの方が使っていって使用感とか、まあ例えばまあアピールの方が近いかな、どっちかというと販売促進の方が近いと思うんですけど、こういうものがあったとか使っていました、どうだったっていうのを出して、要するにその当日とか、まあ売れるというか売れ筋商品としてね、こう魅力をね高めていくっていうものになってるんですよね。例えばこのお魚スイマーですよね。お魚スイマーは9月の20日前後ぐらいに製品版が届いていることが大体わかります。あのまあ製品版届いたのでちょっと使ってみましたみたいなね、プロモーターの方が言っています。なのでその辺の大体発売日がその次の月なんですよね。まあ1ヶ月くらい多分使用期間があるんじゃないかなと思います。ただこれはまあ指定されてるというよりは、どっちかというとその辺で発送して発売日してるっていう感じですね。まあ、最終チェックみたいな感じだと思います。GI は7月半ばで、発売が8月末でした。はい。みたいな感じですね。なので、ある程度ね、どの月に出るのか予想することができるんですよね。では最後にね、店舗ごとの販売の違いについてお話ししていこうと思います。こちらね、こう事前に流れてくる、情報とか、公式の関係者の投稿なんかでわかるのが、早いところで並ぶっていう文面がね、よく見かけるんですよ。で、それっていうのは、要するに店舗によって並ぶタイミングっていうのがまちまちなんですよね。こちらね、地域とか取り扱うメーカーによっても、その店舗が取り扱っているメーカーによっても違う。例えばレイドとか取り扱ってないところもあるし、そういうメーカーによっても全然変わるんですけども、大体ね、3つのパターンがあるかなと思います。最初にね、個人経営店の販売があって、その次に大型量販店、その後遅れて店頭に並ぶ量販店、みたいな感じでね、実は結構ずれたりするんですよね。このね、3つの流れが販売されるパターンが多いかなと思います。特にね、レイドの製品は、このパターンが結構多かったなと思います。で、もちろんね、これ例外があると思うし、もしかしたらメーカー側がもう一斉に出してくださいっていう、この日で出してくださいっていう指定がある可能性もあるんですけども、基本的に大まかなどの製品に関してもそうかなと思います。ただね、デプスのイボークゼロに関しては、同様のパターンもありますし、時間帯でね、並ぶタイミングも違ったりします。朝一行ったけど全然なくて、夕方に陳列するとか、それがそのタイミングがお店側が測ってるのかちょっとわかんないんですけども、その時間帯によっても違う。ただ発売日さえ分かってしまえば、その例えばタイミング、例えばね、平日だったら夕方のその帰宅のラッシュの帰り道で寄れるようにするとか、多分そんな感じで出してるんじゃないかなと思います。なのでおそらくね、朝一で届いて、朝一で並ぶっていうのはなかなか難しかったりするので、その辺のね、ズレとか、夕方に出すとか、いろんなね、パターンがあるんだと思います。まあそんな感じでね、店舗ごとに入荷タイミングとか違ってくるので、イボークゼロに対しても僕も正直電話して聞いてみたりしたんですよ。したらやっぱりその、まだ入ってませんっていう午前中ではっていう感じだったんですよ。で、その後に夕方の5時ぐらいに入荷しました、店舗と並びましたみたいな感じだったので、そういうところもあるっていうのを知っておくと、また違ってくるかなと思います。なので、もしかしたら行った店で完売してても、実はこの店はまだ後からとか、で、同じね、系列店舗でもズレが出たりとかするので、その辺はね、ちょっとチェックしてみて、今回分かったことだなと思います。まあ、そんな感じで、ね、店舗ごとの入荷タイミングとか違ってくるので、そのあたりを確認しておくと買いやすくなるかなと思います。僕もね、実際ね、GI の動画が公開されて、数日で入荷と思ってたけど、タイミングが合わずね、結局個人店に行ったけど、品切れ、もう少量入荷だったからなかったんですよ、っていう形になりました。で、その後ね、じゃあこの個人店が入ってるから、じゃあ次大型量販店行くだろうなと思って、朝一から並んで買うっていうパターンですね。で、そこでも厳しければ次に別の店で買うっていう方法もあると思います。まあそんな感じですね。もちろんね、100% で買えるとは限らないんですけども、このあたりを知っておくと、知らないとでは定価で買える確率はかなり上がるかなと思います。もちろんね、お仕事お休みだったりとか、休みがそんな急に取れないっていう人もいると思うんですけども、そのタイミングさえ知ってて、もしタイミングが合えば、せっかく今日休みだったのに、せっかく今日行けそうだったのに、もう結局買えなかったよっていうね、確率は下げれると思うので、ぜひその辺参考していただければなと思います。はい、じゃあ今回ね、こちら、大人気ルアーがね、売り切れした時というか、大人気ルアーニュースの方法についてね、僕のちょっと実際にね、足を稼いで買ってきた内容とかについて、ちょっと詳しくね、掘り下げていきました。
まあ、正直ね、こう転売ヤーさんとかこの辺りを熟知してるんじゃないかなと思います。別に僕は転売ヤーなわけじゃないですよ。ちゃんと持ってますからね、これ売ってないですから。はい、ということでね、今までね買えなかった人とか、やっぱりどうしてもその転売で買わないといけないという状況だったりとか、実は知っていたら買えたっていう状況って絶対あると思うんですよね。なので今回の動画で、ね、その辺がね、少しでもこの何か今まで買えなかった人の手助けになればなと思っています。使いたい人がね、高いお金を払わないといけないっていう状況がちょっとやっぱ心苦しいので、まあね、僕もね、やっぱ純粋に新しいルアーが欲しかったりとか試したいとかね、まあこうやってね動画でね、インプレイを見ていただきたいとかね、まあなんとか頑張っているので、その辺のね理解していただけると嬉しいです。生産量についてもね、問題とかもあるかもしれないんですけれども、まあ今回レイドとか、例えばこの GI ね、この GI がもうその要するに結構ね速乾で問い合わせが殺到したことでね、代表の金森さんもインスタのストーリーをねちょっと休止したりとか、まあいろいろありました。なのでね、おそらくね、何かしらに対策を取っていく流れに今後なるんじゃないかなと個人的には思っています。なのでね、もう本当こういうのって転売ヤーからすれば格好の餌食になるので、利益率としても結構高いのでね、今後はね、誰もが定価で新品商品を買えるような、まあ世界が来ればいいなと思っているので、今回は終わりにしようと思います。はい、では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。